こちら MI6 ボンド。例の件だが、ウルモフがナイジェリアにあるヤヌスグループというペーパーカンパニーからかなりの額の送金を受けていることが分かった。もう一つ、ウルモフは昨夜ズコフスキーというロシア人ギャングに電話をかけている。内容は EMP 倉庫のヘリに関してだ。ズコフスキーはバルセロナのナイトクラブを根城にしていて、地元警察が潜入捜査中だ。サージェントガルシアというやつに紹介してもらえばいい。ズコフスキーの見た目の特徴で分かっているのは、右の頬にひどい傷跡があるということだけだ。そいつのファーストネームだが、ひょっとしてバレンタインか。知り合いか。傷をつけたのは俺さ。聞けよ、この店で目立つ真似はするな。セニョール・ズコフスキーは容赦ない男だ。羽目を外しすぎると病院で目を覚ますことになると。すいません、セニョール、あいにく今夜は満席となっておりまして。じゃあ今入っていった男は何なんだ。セニョール、どうか本当に満席です。ボンド、スマートフォンに搭載された顔認識機能でサージェントガルシアを見つけてくれ。了解。いかがかしら。ロシア産最高級品よ。モスクワでしか入手できないわ。偽物だな。ボスに言っておくといい。本物のラベルはもっと濃いブルーだ。はいはい、飲み物はまだなのかよ。お会いできてよかったわ。どうぞお楽しみください。サージェント・ガルシア。Sígueme, Mr. Bond. Este señor viene a visitar Zukovsky. Un momento. Venga, pasa.
Dead Owner. ハニー、誓うよ。お前しか目に入らないんだ。なあ、ミスター・ボンド。机の下に非常用ボタンがあるんだが、押してもいいかな？部下を呼んで、そのタキシードに風穴を開けたい気分なんだ。そうだな。だったら銃弾より EMP 兵器で頼む。ここで待ってろ。飲み物を持ってこい。来い。最近の女どもは油断ならんからな。それでここに来た目的は一体何なのかな？昨晩ウルモフから電話があったはずだ。ヤヌスグループは EMP 装甲のヘリで何をするつもりだ？お前に教える義理があるか？ないはずだぜ。それなりに見合うものは準備している。こっちに来な。私がウルモフに行ったのはこういうことだ。アームズフェアに行け。ドバイのな。あいつよ、あいつが殺したわ。やれ！これじゃ無謀すぎる。